おい、大吉だよ。あ、あ、怖い。目が覚めた。黒沢くんかさ、黒沢くん。ええ。なんとなく。ええ。ちょっと見てみる。おかしいよ。誰？配達。配達。配達。あ、配達。またなんか買ったん？また買い物行ってよ。いねえから。さっきピンポンになったの、クロちゃんかね。いねえってことは。宅急便だって何も届いてねえってことは、クロサさんじゃねえ。ピンポンなったよね。で、今いねえんだよ。ということは、また飲み行ったのかな。おかしいな。宅急便だって何も届いてないよ。おかしいね。黒沢さんまた来たんかね。ねえ、今日休みだっつ知ってる人だよね。だっていねえよ、今。布団入れてるんじゃない。もう入れ切ったよ。入れ切ってもう布団畳んである。うん。もうかけてある。うん。もうしたらいねえんだよ。あのピンポンは何だったんだろう。だってさ、なんか、ねえ、宅急便だったら届くわけじゃん。何もないよ。玄関に。誰？っつったら宅急便だって言ったけど、多分ね、嘘ついたんだと思う。うん、黒沢くんだと思う。もっと嫌だな、今日うんと飲んでるからさ、うん、また連れてかれて飲ませると、うん、またいつものパターンだよね。そう、嫌だね、うん、怖いね。今ささっと落としたね。誰か来た？あれ？今パサッと落としたんやけど、まだ来るわけない。何だ？困ったね。また今日クリスマスないんじゃん。参っちゃうな。年中じゃん。この行くんちか良かったけどね、静かでね、うん、困るんだよね。飲まされて置いてかれた方がたまったもんじゃねえ。相手が普通の男ならいいけどさ、うん、違うんだから。おかしいね。なんかなんと落としたんだけど、ガチャガチャ来たなって、うん、音がしたよね。怖いね。パカンと落としたよね。確かね、信号は帰ってこねえと思う。あの子はね、行けばこんな早く帰ってこねえ。多分車見てみる。
シーゴじゃないね。いないね。シーゴじゃない。ねえ。いないよ。どうしたんだろう。おかしいね。あら、弁当なんか買ってきてこんなところ置いてあるの。自分で買ってきてこう、酔っ払ってるからわかんないかね。こんなすごい弁当置くんかね。すぐ考えられないよ。なんだこれ。あれ、この弁当何、いつの、あんなこれ、焼き鳥弁当だって。剥いたってある。今日買ってきたんじゃないね。私食わないけど、こんな弁当食いたくないから。焼き鳥弁当なんて食いたくねえよ。なんか知らないけどさ、自分でいろいろ買ってくるんだよね。これ私の金だね、きっと。カード持ってるから。今は猫の餌買い行ったりして、カード私の持ってるから。私のカードで何でも買ってるな。ダメね、これで。焼き鳥弁当だって。焼き鳥ってうまいんかい。今はね、半額で買うような、買うなんて頭全然ないからね。夜は得意分はやっけだっつって、半額のものを買うなんて頭全然ないよ。多分ね、黒沢くんだよ、絶対。弁当なんかさ、買ってきても酔っ払ってるからさ、変なとこ置いてある。穴はね、食えなくなっちゃうよね、変なとこ置いたら。もうだって昼間酔っ払ってんだから、もうダメだよ、あいつとは。いくら休みでもさ、昼間からめった飲んじゃうんだよね。金のかかることばっかりやってるよね。何でも買うね。いろんな薬買ってるよ、すごいよ。私なんて薬なんてもうエロ買ってねえよ。治ればいいなと思って。でもなんか私が何でも我慢してるけど、ああ珍しいな。ばんちゃん元気出た。弁当なんてそう、何かなの、焼き鳥弁当、うん、何が来たの、うん、慎吾は帰ってこない、うん、たまちゃんがドア開けて出て行ったんじゃないって、うん、たまええー、玄関、ああ困った、ちょっと待って。誰もこういう時さ、誰もいないと困るんだよね。足がね、玄関降りるにさ辛いんだよね。ちょっと見てくる。Thank you.
いしょ。ああ、パンチはいいな。いいな。次で便所行っちゃうか。ここまで行っちゃう。便所行ってくるわ。便所行っちゃうね。だって自転車ないもん。もう自転車ないから。もうレベルの話しかねえね、あの男は。もういらんって話だ。本当に。こんなことはいらん。どうなんですよね。私が来るのは好きでないで、こんなもんがいっぱいだ。本当だよ。生活に必死なのかもしれないし、自分のものを張ってあげたりしてもらってたってさ。涼しいよ。どこ行ってきたんだい。どこ行ってきたん。どこ行ってきたん。黒沢君来たんだべ。はぁ、黒沢さん来たんだべ。はぁ、黒沢君来たんだべ。そうなんだよ。宅配便じゃねえよな。俺誰言ったら宅配便言ったよな。あんまり飲まない方がいいよ、言って。俺が今度出たら言ってやるから、はっきり。もうひねってくれって。昼間から飲んでんだから。置いてかれた方がたまったもんじゃねえよ。いつもそうだもん。そう飲んだ時はね、黒沢くんち泊まってもらって結構だから。私、いなくていいから。ねえ、寂しい同士暮らした方がいいよ、男二人で。ねえ、それでも結構ですよ、私は。ねえ、こんな寒いのに冷房入れるようなバカじじいだよ。どれだけ酒飲みすぎてるってことよ。そうだね。酒飲みすぎてるに決まってよ。ダメだよ、あんたは。自分はね、今どういう立場か分かってるん。昼間から酒飲んでさ、パジャマに着替えてテレビ見てさ、給料もらっても年金もらっても一銭もよこさねえ立派な男だよ、あんた。ねえ、新聞代もね、風呂の石油も全部私が払ってよ。どっちもクズだよ、子供もクズだんべ。ディズニーランドで女と行ってるっつんだから、もうこの二人はいらねえよ。冗談じゃないよ、私。自分が今まで苦労してきたんだよ。一生懸命仲良くやって、その金がなくなったら大変だよ、あんた。冗談じゃねえもんな、クズ二人抱えて。どっちもクズってみたいなじじいで嫌がってよ。クソやろ。冷房も暖房もわかんないクズだからしょうがねえべ。なあ、黒沢とな、飲んでる暇があったらな、時計を壊したの直せよ、徹底して。一つのことができねえんかい、きちんと何でも。そうなんだよ。人間はね、自分で直そうとしたもんは徹底して直すんだよ。それで直せなきゃしょうがねえけど、努力が足んねえよ。ねえ、バカだね。よしえさん、コルセットみたいなのしてはいないのかな。うん、してない。うん、嘘がバレたか。そう、宅配便じゃねえよ。うん、黒沢くんが来たんだよ。ねえ、そうでしょう。さなちゃん、愛も変わらずってね。みさあけみさん、かっこいいです、よしえさんって。ありがとう。洋服かな。ありがとうございます。
かしら、玲子さん。どこ行ってたって、うん。やっぱり飲み行ったんだと、黒沢さんと。宅配便来たんかいって言った。黒ちゃんだんべったら、そうだと。今帰ってきたよ。宅配便なんかどこにもね。ねえ、曜日来たんだよ、また。だから、あの時ピンポン鳴った時さ、私が出ればよかった。出て私が、もう、昼間から飲んでるから、夜は迎え来ないでくれって、私はっきり言うから。ねえ。はい、はい、はいじゃん。帰りが。そう。ちくわちゃん、スーパーで二人で飲むのって、そうだよ。そう。寂しいから迎え来るんだよ。さあなちゃん、ビーナ、なにまた今日も。誰か来たのってピンポーンって言ってあーってね、うん、帰りはいや帰り早いし一本飲んだくらいじゃないってそうかね、うん、そうならいいけどね、うん、ちくわちゃんやばい黒沢くんお金ないのってどうなんだろうね。どっちもないんじゃない。どっちもないんじゃない。うん。自信もないんじゃない。うん、やばいね。私のカードを持ってるから飲めるよ。飲めるけど。酔って帰る。うん。こっちさ、宅配が来たなんて嘘言わなくてもいいと思うね。悪いけど。飲んでたら嫌だかんね、私。もう結構飲んでるから。結構飲んでるから飲んでたら嫌だかんね。シャツなんか脱い、寒くねんかい、そんな格好して。寒くねえよ。うんと飲んでるからなんで、うん、飲んでるからなんで飲んでるじゃん昼間からほんでまた行ったじゃんこんなに行くもんじゃねえよそうなんだよくれくれちゃんが今一人だから悩みか抱えてんだってよ一人だから悩み抱えてんじゃんあんたが行ってやればちょうどいいんじゃねえそうだよおうだよ二人暮らせよ男同士でかっこいいでどうぞご自由にシャツ一枚でさあっちんだって変わるなどうしたあ食ったよご飯を食ったはいちゃんと食いましたかねいや本当かい食ったようるせえなもう二つ食ったよこれはあよかったよんじゃおめえエビとホタテ買いぐんじゃねえよこの野郎クソジジイがそういうものはくれちゃダメだって言ったんだよいや食ったからそれ食ったんだよちゃんと見てるからわかるんだよ向こう行ってらうるせえなこの野郎ね手なんか握るなよお前なんで握りたかったらてめえの棒でも握れこの野郎そうかくせえろお前の握りなら握れちゃかねえよなこれうるせえお前酔っ払ってんだこの野郎、ええ、酔っ払ってたらお前ナイス増やすようになんか言えよこれハゲじじいがお目に触りたくねえ触れたくねえよお前なうるせえんだよどけっつんだよお前クソじじいがお前も頑張るなあ頑張るよほら男酔った野郎が二人だからよお前酔ったくずべだべ男がバカ野郎であんたは頑張らなくてどうするんだよねアメリちゃんが可愛いって可愛いああいうバカじじい、うん、イチャ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 ねえ気持ち悪いよ、うん、うんこてちんこさんてめえの棒でも棒って何って、うん、私の手握ったからてめえの棒でも握ってるって言ったんよそうでしょよしこさんかわいくはないっしょ笑うって、うん、はしこさん笑うイチャイチャってねちくわちゃん、うわら、人のね、あの手なの握ったから、てめえの棒でも握れっつったんよ。
ね、来てもらいたくないから、くせようなじじいよ。だってこの寒いのにシャツ一枚だよ。俺クーラーかけてんで頭おかしいよ。うん。